フィッシングランチバッグですね。なんかね、バッグにバッグって。こんにちは、粟田洋介です。今日はエコバッグに絵を描いていこうと思います。で、こういうバッグを用意したんですけど、この大きさ多分結構便利なんですよ。この間もランチ入れるのにこのぐらいの欲しいなと思ってて、で、ちょっと今日は描いてみます。今日使うのは T ペンと、それからアクリル絵の具、アクリル絵の具です。で、このランチバッグに、エコバッグっていうかな、エコバッグに絵を描いていくんですけど、ちょっと中に板を入れて描きやすくします。で、ちょっとこの板大きいんですけどこんな感じなんですよね。ここは横ってことで、まあちょっと描いてみます。板をね、こんな感じで入れて、そうするとここが描きやすくなります。今日はね、このネイビーブルーで早速描いていこうと思います。これはマイバッグの手です。バッグにしたんだけど、あんまりかっこよくないかもしれないな。ここでやるべきなのは色を変えることかな。感じで T ペンで線を描いたんですが、アクリル絵の具をちょっと足していきたいと思います。出たの？はい、これで完成しました。フィッシングランチバッグですね。なんかね、バッグにバッグってどうなることかと思いましたけど、こんな感じになりました。バッグにするとこうなるんですけど、こんな感じですね。こんな感じですね買い物袋が有料化されて、エコバッグを持ち歩く方も多くなっていると思います。有料化前から結構マイバッグ持ち歩く方も多かったと思うんですけど、まあ私もその一人なんですけど、エコバッグに絵を描いていらっしゃる作家さんもたくさんいらっしゃいます。皆さんそれぞれいろんな描き方されてると思うんですけど、今日はね、私の描いてる方法を紹介いたしました。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。面白かった、参考になったと思った方は、動画作りの励みになりますので、高評価ボタンを押していただけるとありがたいです。そしてこれからも動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。